ポール・サイラスは、アメリカ合衆国アーカンソー州、プレスコット出身のバスケットボール選手、指導者。NBA で16シーズンプレーし、ボストンセルティックスとシアトルスーパーソニックスにおいて3度の優勝に貢献した。オールディフェンシブチームの常連であり、ゴール下のディフェンスの名手として知られた。現役引退後は、各球団のヘッドコーチを歴任した。息子は、 ヒューストンド・ドケッツのヘッドコーチを務めているスティーブン・サイラス・アーカンソー州プレスコットで生まれた。サイラスはカリフォルニア州オークランドで育ち、ビル・ラッセルの出身校でもあるマック・クライモンズ高校に進学し、大学はクレイトン大学に進学した。サイラスはクレイトン大での3シーズンのうち最初の2シーズンで平均20得点20リバウンド以上を達成。 3シーズン通算成績は20.5得点21.6リバウンドを記録し、NCWA 史上6人しかいないキャリア平均20得点20リバウンド以上を達成した選手の一人となった。3シーズン通算1751リバウンドは NCWA 新記録である。1962年2月19日の試合では NCWA 歴代8位となる38。 リバウンドを上げ、平均20.6リバウンドを記録した1962から63シーズンには NCWA のリバウンド王に輝いた。1964年の NBA ドラフトで全体11指名を受けてセントルイスホークスに入団。ルーキーイヤーから平均7.3リバウンドを記録し、早くからリバウンダーとしてのを見せていたが、当時のホークスは 選手層が厚く、最初の2シーズンは平均出場時間15分前後と、ほとんど出場機会を得られず、一時ホークスを離れて、マイナーリーグでプレーしていた時期もあった。3シーズン目の1966から67シーズンにはゼルモビーティの故障などでチャンスをつかみ、ようやく出場時間が伸び始め、 翌1967から68シーズンには13.4得点11.7リバウンドと平均ダブルダブルを達成した。ホークスでは5シーズンプレーし、1969から70シーズン前に前年にエクスパンションで誕生したばかりのフェニックスサンズに移籍した。ホークスではゼルモビーティアビル・ブリチーズらのサポート役だったサイラスも 戦力が十分整っていないサンズでは、中心選手として活躍する機会を得られた。サイラスはサンズでの3シーズンのプレーすべてで、チームのリバウンドリーダーとなり、コニー・ホーキンズと共に、ゴール下の守護神として、チームを支えた。1968から69シーズンはわずか16勝に、終わったサンズは、サイラスが加入した1969から70。 シーズンは39勝と躍進を遂げ、プレーオフ初進出を果たした。翌1970から71シーズンには48勝、さらに1971から72シーズンには49勝と、順調に勝ち星を伸ばしていったが、サンズが所属する当時のミッドウェストでビジョンは競合、ひしめく激戦区であったため、惜しくもプレーオフ出場はならなかった。 サイラス個人は1970から71シーズンには初のオールディフェンシブセカンドチームに選出され、サンズでの最後のシーズンとなる1971から72シーズンには、キャリアハイとなる17.5得点11.9、リバウンド4.3アシストを記録し、オールスターにも初出場した。九百六十年代に八連覇を達成した、セルティックスは一時の低迷を出し、 大阪リりキを狙っていたが、56勝を記録した1971から72シーズンのプレイオフでは、ニューヨークニックスの前に乾杯していた。そんな中、1972から73シーズンに、セルティックスにやってきたサイラスは、ゴール下におけるデーブ・コーエンスの負担を軽減できる、セルティックスにとって、最後のピースとなりうる存在だった。30代も、 間近に迫りベテランの域に達し始めたサイラスは、セルティックスでも毎晩のように、ダブルダブルを達成する安定した成績を残した。サイラスの加入で、セルティックスのディフェンスは大幅に改善され、前期の平均失点が110.8点だったのに、対し、サイラスが加入した1972から73、シーズンは104.5点まで下がり、史上屈指となる68勝を挙げるが、 しかしプレーオフでは、ニックスの前に、またもや赤敗した。しかし、翌1973から74シーズンには、地区決勝で、宿敵ニックスを破って、NBA ファイナルに進出。カリーム・アブドゥル・ジャバー、オスカー・ロバートソン擁する、ミルウォーキー・バックスを破って優勝を果たし、サイラスは、キャリア10年目にして、初めて、チャンピオンリングを手に入れた。 セルティックスは1975から76シーズンにも優勝を果たし、サイラスはセルティックスで2つのチャンピオンリングを獲得するに至った。またサイラスは1974から75シーズンから2年連続でオールディフェンシブファーストチームに選出されている。なお、1975から76シーズンには、セルティックスからは、サイラス、ジョン・ハブリチェック、 デーブ・コーヴェンスの3選手をファーストチームに送り出している。サイラスは1976から77シーズンにデンバーナゲッツにトレードに出された。キャリア13年目を迎え、出場時間を更新に譲るようになっていたサイラスは、ナゲッツでは7シーズン連続で達成してきた平均ダブルダブルが途絶えた。ナゲッツでは1シーズンのみプレイし、1977から78シーズンに、 シアトルスーパーソニックスに移籍した。ソニックスのヘッドコーチはサイラスにとっては、ホークス時代のチームメイトであるレニー・ウィルケンズだった。ウィルケンズにとって、主力選手の大半が20代と若いチームである、ソニックスにおいて、経験豊富なサイラスはぜひとも獲得しておきたい人物だった。サイラスが入団した、当時のソニックスは有名な童話に例えられ、地元メディアやファンからは、 オルディロックスザスリーベアーズと呼ばれており、14年目のベテランであるサイラスはやはりベテランのジョン・ジョンソンと共にパパベアーと呼ばれ、ファンやチームメイトから慕われた。ウィル・ケンズの目論み通り、サイラスの加入はチームに好影響を与え、1977から78シーズンにはプレーオフを勝ち抜いてファイナルに進出。惜しくもワシントン・ブレッツの前に敗れるが、 よく1978から79シーズンには、ブレッツを4勝を1敗で破り、優勝を果たした。これで、サイラスが手に入れた、チャンピオンリングは3つ目となった。サイラスはソニックスでもう1シーズンだけプレーし、1979から80シーズンにソニックスを退団。サンディエゴクリッパーズから選手権コーチのオファーを受けるが、コーチ業に専念するため、このシーズンを最後に、 現役から引退した。NBA 通算成績は16シーズン1254試合の出場で11782得点12357リバウンド平均9.4得点9.9リバウンドだった。引退した時点で通算12357リバウンドはリーグ歴代9位通算1254試合出場は7位の記録だった。 また1974年からの6年間、NBA 選手会の会長を務め、彼の在任時にフリーエージェント制度が確立された。クリッパーズでは3シーズン指揮したが、ビル・ウォルトンの故障などで2シーズン目の1981から82、シーズンには17勝65敗まで成績が落ち込み、目立った成果を上げられぬまま1982から83、シーズン終了後に解雇された。 その後、一旦 NBA から離れたサイラスは、1988年にニュージャージーネッツのアシスタントコーチとして NBA に復帰。1990年代前半はニューヨークニックスのアシスタントコーチを務め、パッド・ライリーやドン・ネルソンの下でコーチ術を学ぶ機会を得た。1995年にはフルス・フェニックス・サンズで、1997年にはシャーロット・ホーネッツで、 それぞれアシスタントコーチを務めた。1998から99シーズン途中、チームの不審の責任を取って、セルティックス時代のチームメイトだったデーブ・コーエンスが、ヘッドコーチから辞任し、アシスタントコーチのサイラスが、ヘッドコーチに抜擢された。サイラスは、開幕から4勝11敗と大きく負け越していた、ホーネッツを見事に立て直し、 残りの35試合を22勝13敗と大幅に勝ち越した。以後、サイラスは5シーズンにわたる式でいずれも勝率5割以上を達成するが、中堅チームの座から抜け出すまでには至らず、2002から03シーズンを最後にヘッドコーチから解雇された。放熱対談後のすぐ翌2003から04シーズンにはクリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチに就任。 この年キャバリアーズは、レブロン・ジェームズという新人スター候補を獲得しており、将来への躍進が期待された。キャバリアーズは、期待通り低迷期から抜け出し、順調に成績を伸ばしていったが、プレーオフにはなかなか手が届かず、また選手とサイラスとの間で、圧力も生じ、キャバリアーズでのキャリアはわずか2シーズンで幕を閉じた。2010年12月22日、 ラリー・ブラウンに代わりシャーロット・ボブ・キャッツの暫定ヘッドコーチに就任し、2011から2012シーズンは正式にヘッドコーチを務め、2012年4月に2012から2013シーズンは指揮を取らないことを表明した。ありがとうございます。